みちゃん、かりんのとこにいた。あ、バレたのか。こっそりね、かりんりんのインスタライブをね、見てました。はい、パウダーこれだよ。バン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 、まあ、せんでいっか、別に配信やし、そんな見えないか、崩れることもないし。来た、尾上瑞希って言います、よろしくお願いします。皆さん朗報です。今日は Wi-Fi が直りました。出まして、直してもらいました、ありがとうございます。優しかったよ、電話の人。そう、なんかフルネームで名前教えてくださいって言われてさ、歌舞伎役者の尾上さんの尾上ですって言った。伝わりましたよ、あ、わかりましたとか言って、すぐわかったって言ってた。今度からそうしよう、今度からそう言おう、歌舞伎役者の尾上さんと同じ名字ですっていう。おみずきで、おみずきですって言ったらやばくない？誰って言われちゃう、誰って言われちゃうよ。明日はね、そんな早起きじゃないけん、そう、尾上松也さんとかの尾上さんですね。ね、私明日早起きじゃないんだけどさ、お腹が空いてもう死にそうだから早く寝て、朝早く起きて早くご飯食べようかなーっていうことを思ってます。尾上、いやいや、そうだよね。でも尾上ですって言いました4回ぐらい。あ、こんばんは、コメントありがとうございます。尾上瑞希です、よろしくお願いします。今日の朝はね、もうめっちゃたくさん食べた、お魚もお肉も食べました。そう、いや、今日は1時間丸々1時間配信です。なんか髪の長さがすごい中途半端なんだよね、長くもなければ短くもない、できたら長くしたいんだけど、一旦切るとさ、長いのに憧れるんだよ。あ、フォローありがとうございます、よろしくお願いします。ううん、作ったわけじゃないよ、チンしたんだよ、チンしたの。今日はね、朝早くから私はね外に出てたから、今日はねそんな時間なかった。え、翔太が言いたい、本当？やっぱいいですね、確かにありだな、確かにありだ。あ、うい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 、コンビニじゃないよ、ステディのお弁当。ステディでいただいたお弁当がめっちゃ可愛かったんだよね、サチって書いてあった、可愛いですよって言ってた。そう、いつもねステディの、 あの配信に行くと、あのご飯を準備してくださるんですよ。そう、今回はねめっちゃ可愛くて、あのスタッフさんも可愛さで一目惚れして買いましたって言ってたぐらい、そう、可愛かった。ピンク、なんか色とりどりでね、赤とかね、でもなんか何の味かわからんかった。そう、あ、そうですよ、保冷バッグで持って帰ってきました。前回の31の保冷バッグにもあのお弁当入れて帰ってきましたね。前のは何だっけ、なんかね、お弁、なんか牛肉お弁当、牛肉じゃない、牛丼のお弁当だった。私の方が可愛いやろって、そんなバナナ。そうですね、ステディのインスタライブいつも15分です、15分。おみちゃん、こんばんは。ミッフィーでかくなかった？でかかったです、めっちゃ大きかった、めっちゃ大きいけどさ、私さスーパー行くときあれぐらい大きくないとさ困るんだよね、本当に半分ぐらいなんだもん今使ってるエコバッグが、全然入らん、いつもなんか飛び出とる、私のなんかパンパンになってさ、なんかこう伸びとっと、わかる？なんかね、布が伸びとるしさ、私がこうやって詰め込むけん、そう、しかもなんかさ
なんか明太子とか潰れそうやけんさ、大きいの買いたいなと思ってたんですよ。超良かった、タイミングバッチリ。しかもね、東京ドームなんか4個分ぐらいじゃないって、嘘嘘。しかもさ、昨日ユニクロにハマってるって言ってたじゃないですか。買ってきたユニクロでお洋服、お洋服っていうかね、珍しいって言うと思うよみんなは。おみずきそんなそんなって言うと思うよ。おみずきそんな珍しかねーって言うと思うよ。なんでしょう、私が今日買ったアイテムは何でしょう、当ててみて。うん、あっちにあるけん、ちょっと取り行くのめんどくさいけん紹介せん。メガネブー捨ててこ、あ、捨ててこ欲しい。あのね、ユニクロの捨ててこってめっちゃいいってよ。夏毎年私捨ててこ GU かユニクロで買ってる、お母さんといつも。捨ててこユニクロめっちゃいいんだよ、毎年私買ってるよ。ニコちゃんマークのやつ、スリッパブー、ペペさん、はじめまして、はじめまして。サンダルじゃない、マスクじゃない。うん、なぜれ、捨て猫じゃない、捨てて猫。レシートは持って帰ってくる派。私ね、なんかここ痛いんだけど、なんかで、なんかつぶつぶが、あ、ブツブツ、え、なんか痛いんだけど、これ何、ムカつく。チュン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 、違います。じゃあ正解を発表します。皆さん目をつぶってくださいっていうのは嘘で、あ、目つぶっても1個こう聞こえるけんね。じゃあ皆さん目をつぶってください。意味わからんって、ブルマじゃない。なんかここ痛いんだけど、ボコってなっとる。じゃあ、あ、つぶってくれた。じゃあ正解を発表します。私が今日買ったものは、ドリロ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 リン、はい、すいません、じゃん。ちょっと忘れちゃった。あ、はい、思い出した、デニムパンツです。私ね、デニムパンツね、持ってないっちゃんね、自分で一個もう、あ、持ってたけど、あ、持ってますわ、持ってますよ、持ってるけど、そんな持ってないんですよね。1個ぐらいしか持ってなくて、しかもなんか結構前に買ったやつ。そう、私ジーンズを履くイメージがないと思うんですよ、みんな。なんで目をつらせた、それちょっと間違った。いや、なんかね、ユニクロにハマってて、そう、なんかね、いつもこうフリフリ着てるじゃないですか。なんか誰だったっけな、鈴木愛理さんかな、鈴木愛理さんかな、私誰だったかな、鈴木愛理さんかな、多分の、なんかジーパンに T シャツっていう、なんかもう涼しげな格好を見た時に、私はこういう格好ができないって思ったんです。なぜかなんかジーパン持ってないし、パンツ履くことあんまないんですよ。お尻がでかいから、そう、お尻が大きいから、あんまりパンツ、ズボンを履かないんですよね。そういけど、そうキッズでかいからけど、チャレンジしてみようかなと思って。だってなんかもう食わず嫌いみたいな、やらず嫌いみたいな、履かず嫌いみたいな、そう、パンツ履かない、あ、パンツってか、パンツ履きますよ、下着のパンツ履くよ。そう、それでなんかズボンを履かないんですよね。そうだけんか、そう、挑戦してみようかなと思って、今日帰りにユニクロに寄って帰ってきました。そしたらね、2900円って大きく書いてあったの、全部デニム2900円やと思って買ったら3900円やった。ピエン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 でした。なんか1000円高と思ったら全然ちゃうやん、同じとこに置くなよって言いそうになった。そう、試着しましたよ。サイズが分からんくて、ズボンは買ったことがないから、25とか24とか23とか言われてもどれがいいとか分からんし、ウエストも分からんしと思って、一旦全部履かせてもらいました。これとこれと試着していいですか、もちろんですって言ってましたね。インチって何ですか、知らないです。インチとか、インチとかは分かんないから、もう着るだけ、着て合わせるだけ。
なんかお水木今日なんかやつれた人みたいな顔しとる。でもなんか昨日と今日と忙しかったんだけど、すごく朝早くて夜も帰ってくるのも遅くて、だけど明日はそんなに忙しくないから嬉しい。大丈夫、丸いよ。いや、何の話、何の話。え、なんて読むと、ジョニーさん今日華麗な感じなんですか。いつも通り丸い。いつも通り丸いですよ。私は31-32。うずい。カレン、カレンって言うんですね。カレンって言うんですか。19入ってそう。そんな細くないよ。私今日はね24を買いました。そう、ちょっとねブカってしてるかなと思ったんだけど、23はもう履かんかったとよ。24、25、26で履いて、24が、まあ、ちょうどいいかなと思って24にしたけど、なんか23でもまあいけたかな。履いてないけん分からんけどって感じ。ケツが厳しいやろ。そうなんですよね。23だと多分ウエスト、まあ、ウエスト結構大きいからあれだけど、この太ももとかふくらはぎとかは結構全然普通に入るんだけど、お尻がね入らんかもしれんね、23だと。お細いのね。嘘ばっかし。24ってそんなに細くないですよ。めちゃめちゃ標準。足だけ細い、細いの？え？どれだけケツでかいんだよ。だけマジで東京ドーム4つ分だって言ったじゃん。大きいんだよ。いや、誰誰誰、野原美沙、あはは、しんちゃんのお母さんか。なんで人とかに目でさ、しんのすけさんでしょ。なんでさん付け知ってますよ。野原しんのすけさんでしょ、ね、あの有名な野原しんのすけさんですか。そうだよ、俺の中での存在も大きいよ。あら、なんか素敵、なんか素敵。そういえばさ、なんか今日さ、TikTok 開いたらおすすめになんかさ、チーム8のさ合宿の動画がさおすすめに流れてきたんですけど、あれって私だけですか。皆さんにも来てる人います、いる。なんかチーム8の合宿、あのね1年目の合宿かな。あ、そうそう、バズってたの。バズってて、あ、そう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 、セリカさんが一番最初に会いたかった歌ってて、で出てきた、みんな、え、みんな出てきてるやん。そう、いや、なんかすごい、あのエイトがバズってると思って、素晴らしい。なかなかバズるの難しいやん、すごいよね。しかもなんか3、4本バズってました。あれ3、4本、うん、なんか別の動画もバズっててすげえと思いながら見てました。追い出された、あ、それも見た。1個見たら同じ流れてくるんですよ、似たようなのが。そう、あの場にお水着、え、やばいよそれ、私いたら空気悪くなる。ヘラヘラしてるやつはねダメだよ、空気悪くなる。耐えられない私。なんかね何種類かありましたね。え、やだやだ、レッスンしてもらわんでいい、私オンチのままでいいです、オンチのままでいいです。私はお水木追い出されました。追い出されるよ絶対、ヘラヘラしそう。何、年下にいじめられたの。え、ねえ、うんち投げないで。あきくん、はじめまして、尾上みずきです、よろしくお願いします。あきくん、こんにちは、尾上みずきです、21歳です、双子座です、双子座です。あー、ほら、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。シェイシェイ、ナマステ。
カムサハムニだ、ありがとう。4カ国語喋れますっていうのは嘘です。今4カ国語言ったよね。もうちょっと勉強します。カムサハムニだ、シェイシェイ、センキュー、センキュー。ケツでかいです。まあそんないいですよ、そんなことはどうでも。え、ナマステ違うの？あ、ナマステこんにちはか、こんにちはか。でもナマステ好きなんだよね、私小学生の時から。うわ、サッタンさんありがとうございます。サプライズ、ごっぷんか、ごっぷんか、ごっぷんか、ダンケシェーン、ごっぷんか、オブリガード、オブリガード、ケツデカハムニだ、ケツデカイハムニだ。コップンカーってどこの日本語？どこのありがとう？グルテンモルゲン、グルテンモルゲン、スパンジ、スバシーバー、ナウマソマウマゾ。あ、タイ語なんですね。あー、ぽい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 、パンにハム、ハムサ、ハムニダ、プラシーボ、プラシーボ、何万増。難しいですね、ありがとうって。それポイポイポイポポイポイポピーじゃん。世代じゃない私。あ、世代世代、めっちゃ世代世代、けどテレビ見てないけん私、その時代、その時代テレビ見てなかったけん知らんかった。みんながさ、ポイ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 って言ってて、いや何言ってんだろうって思って生きてましたね。知らなかった、世代けど世代じゃない、テレビ見てない時期があったさ私。そう、小学生の時はほぼテレビ見てなくて、ちょっと回遊券書かせて、唯一見てたのが日曜日の夜9時から、あ、8時かなからやってた、 NHK でやってた龍馬伝。龍馬伝知ってる？みんな龍馬伝はずっと見てましたね。はい、龍馬伝テレビ何ちゃん映った？ 1,2 予想、1番映ります、2映ります、あ、嘘です、1番映ります、3番映ります、4番映ります、5番映ります、7番映ります、9番映ります、以上です。見てた龍馬伝、私龍馬伝ね全部見てましたよ。何やったっけ、誰やったっけ、名前忘れた、めっちゃ印象的なシーンがあるっちゃね。にちゃん映らん、映らない、いっちゃんしか映らん、いっちゃんとさんちゃんしか映らん、龍馬伝の時長すぎ。ほんと？あ、え、どこどこに来たと、亀山車中、え、何やったっけ。え、何やったっけ、長崎にあるの何？え、何ですかそれ？愚痴やす？そうです、龍馬伝は福山さん。福山さんはね、私長崎出身なんですけど、長崎のビッグスターなんですよ。そう、神山社中、え、神山社中って長崎にある？あ、違う、長崎にあるのってなんだっけ？でも長崎ね、結構ゆかりあるんですよね、龍馬伝。あ、だったよね。あ、滝地先生、あ、滝地先生ね。そうですよ、福山さん長崎ですよ、福山さん長崎ですよ、と水木イコール福山さんってこと、そういうこと、そういうこと、ビッグキッズじゃない、ビッグスター。そう、めっちゃね、もうビッグビッグスター。家近くない、近くないよ、そんな。ちょっと暑いな、暖房つけた人誰？私か、福山さんに会い、福山さんにお会いしたいな、いつかお会いしたい。家族になろうよ歌ってください、いいですよ。百年たっても過ぎれいでね。歌うなって聞いた。
みんなの前で困らせたり。えずいですね。ちょっと普通の声で歌っていい？え、なんだったっけ？サビってどんな感じでしたっけ？家族になろうよですよね。あ、桜坂私大好きなんですよ。え、なんでしたっけ？入り出しどうでしたっけ？あれか、恋と知っていたのにか、春はやってくる、あ、愛でしたっけ、くのに、うーいえ、愛は今も愛のままで、そう、愛でした、愛でした。でも毎日聞いてるんですけど、私、え、桜坂私毎日聞いてるんですけど毎日聞いてるのにな、Spotify のいいね押してるのにな。で、そう、福山さん大好きな、いっぱい聞いてますよ。あとはね、何聞いてるかな、なんか、うん、タイトル忘れちゃった。タタ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 、そうそう、ハミングって何？ハミングって私が使ってるやつか、柔軟剤使ってるよ、ハミングってやつ。二次いいですよね。福山さんのコンサート行きたい、稲佐山で。そしたら私も稲佐山、え、行きたいな。え、私ね、あの、めっちゃ行きたい人いるんですよ、コンサート。あ、これ当てれた人が最近ずっと、え、誰ですか？あ、しんいちさん、はじめまして、こんにちは、尾上みずきです、長崎出身です、よろしくお願いします。そう、いや、当てた人すごい、一人一回ね、回答権は。ゆず行こうぜ、ゆず行きたい。でも私が今ずっと行きたいのは一択です。でも行きたいけど、あ、もうヒント言っていいですか？今一番会いたい人目の前にいる、なんかかっこいいこと言いますね。ブー、生き物係じゃないです、マカロニ鉛筆、マカロニ鉛筆さん、違います、バックナンバー違います、ドリカム違います。じゃあもうこれめっちゃ大ヒントですよ、めっちゃ大ヒント言います。めっちゃ行きたいんだけど、コンサートにめっちゃ行きたいんだけど難しい、今は難しいっていう方ですね。当てて。え、でもみんな聞いたら、あ、はいはいって言うと思うよ。あ、尾崎好きじゃん、好きって言ってたね、はい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 って言うと思う。 BTS、 あ、私ね、 BTS ね、名前ちょっと誰が誰さんっていうの分かんないんだけど、お友達がめっちゃ好きなので、一緒に見てたんですよ。めっちゃかっこいいばい、めっちゃかっこよかった。あ、井上その子さんじゃない、チームメイトじゃないめっちゃかっこよかったよ。なんかすっごい大きなとこでボーンってなんか鳴ってた、すごかった。ちょっと覚えきれんかったんだけどねえ、すごいですよね、あれ。なんか嵐とかもさ、なんかさ、別にファンじゃなくてもさ、見入るやん、あ、見入るやん、見ひる、見入る、なんかね、すごかった、めちゃめちゃ、なんかね、なんかプロすぎた、なんかプロすぎましたね。なんかねすごいダンスをしてたの、なんか芸術って感じだった、その BTS さんの、なんかね、コンサートかなを見せてもらったんだけど、コンサートをね、お友達から見せても、なんかね、芸術作品だったね、あれは。なんか、え、今どうなん、マジックみたいなことやってて、すげえって巻き戻してみたけど、ちょっとよく分かんなかった、どうしてあんななったの、すごかった。なんかね、あれって言ってたよ、あの、ね、あのアメリカの大きなショーってやってるやつ見たんだけど、あ、違いますよ違います今行きたい、一番行きたい、あのアーティストさん、今一番私がコンサートに行きたいって思ってるのは、あ、そう、グラミー賞ってやつ、
グラミー賞、グラミー賞みたいなやつ、そうアメリカで出てたやつ、なんかねマジックみたいなことやってたの。なんでジャニーズウエスト、ジャニーズウエストどっから出てきたの。じゃあ言います、三浦大知三浦大知ね、あの私の身内にめっちゃ好きな人いますよ。あ、てか私の相方もね三浦大知さん好きですよ。なんか歌聞いてた、もう私はちょっとわかんないんだけど、え、聞いて、私が一番行きたいアーティスト言う場合、行くよ、せーのーさ、あ、日本の宝なんだ、ビッシュ、あ、ビッシュさんね、知ってるよ。じゃあ行きます、ね、言わして、もうそろそろ今朝ドラの、え、そうなの、ニュースじゃない、ニュースじゃない、ズル、ズトルビー、どんな、何それ、キュートじゃない、高田久美、高田久美さんの歌ね、最近好きなんだ、あの愛の歌ってやつ、古いやろ、あなんかね時代遅れなんだよ私、20年ぐらいずれとる。まあ、それでそれで一番行きたいの、私ね YouTube でずっと見よっと、西野カナさんです。そう、西野カナさんのライブにめっちゃ行きたくて、あと全曲歌える自信があるんですよ。それは森に持ったんですけど、7割ぐらいは歌えますね、7割ぐらいの曲は歌えます。私そう西野カナさんね、めっちゃ行きたくて、もうめっちゃ行きたいの、めっちゃ行きたいんだけど、今活動休止してますよね、だから無理じゃん。私あの絶対行くけん、なんかのしら、なんかしら、なんかこうコンサートしますって言ったら絶対行きます。私会いたくて震えるやつ、そう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 、いやね、なんかね西野カナさんのね、あのね曲はほとんど知ってるんですよ。けどね、あのなんか誰かが言ってたんですよね、西野カナさんの曲めっちゃ好きな人はあのちょっと目開き必要みたいな言ってて確かに会いたくて会いたくて震えるはちょっと若干目開き必要だなって思うで、そうですよね、確かにそう言われたことがあったんですよね。でもねめっちゃね私好きなの西野カナさんで、ねなんかライブなんか、あ、そう、トリセツとかは若干まあなんか重い女みたいな感じはするけどね、西野カナ歌うなよ歌おうかな、死にたい欲求が溢れ、あ、恋した呼びく、私今死にたいって言った、え、私死にたいって見えたの文章が、あ、恋したい欲求ね、びっくりしたびっくりした、え、疲れてるのかな、死にたいって見えたんだけど、やばいよね、死にたいって見えたんだけど、疲れてるの、病んでない、死にたくない、なんて言う、怖い、いないわ、え、死にて怖っ、びっくりした、本当にね、そう見えたんだよ、で、そう見えたの、びっくりした。で、なんか、西野カナさんの曲を、あのライブ映像を見ようと思って見始めたらマジで止まらなくなるけん、 Go, ho, eat、 今までありがとう、私22歳迎えれてない、まだ小野瑞希いいやつだった、早い、まだ死ぬのはまだ早い、22歳を迎えてからだ、ナンバーワンも好きだよ、ナンバーワンなんか私が歌うと私が歌うとふざけてるように聞こえますが、全然ふざけてない短くないですよ。 A さんフォローしました、ありがとうございます。歌うな、歌わしてよ、地域で会おう、 地獄で会おう、どうしよう、どうしよう、なんでかな、読み間違いが今日激しい、なんて読むと毒教あ、初見です、あ、A さんはじめまして、尾上瑞希です、よろしくお願いします。長崎出身、長崎育ち、長崎弁バリバリの尾上瑞希バイ、ちょっとバイは今なちょっと思った、尾上瑞希バイとか言う長崎人はいません、長崎瑞希長崎瑞希尾上瑞希です、長崎瑞希はちょっとやばいですね、尾上瑞希です、よろしくお願いします、長崎出身です。いつまでチームメイトに、知ってますか、チームメイトにいたこと、
いつからいつまで、2019年の11月から2021年の8月でしたっけ、長崎と結婚して。長崎さんっていますか、見たことないな。てかさ、私さ今日さ、なんかさエレベーターエスカレーター登ってたんで、そしたらさ、あエレベーターだ、エレベーターか、あれそう登ってたの。そしたらさ、隣のさおばちゃん二人がさめっちゃ長崎の話はするしさ、ここ私長崎出身なんですけどって言いたかったっちゃけどさ言えんくて、長崎になんだかんとかかんとか行ったんですよって、めっちゃ江戸っ子弁で喋ってて、長崎にゴールデンウィークでとか言って、いたんですか、一緒にいたんですかって言おうとしたんだけど言わなかった。そうでもなんか嬉しくて、長崎っていう単語を聞くのがめちゃめちゃ嬉しくて、全然知らんエスカレーターエレベーターで、嘘こんなとこで長崎っていう単語をふと聞けるなんて思ってなかったからさ、嬉しくてめっちゃ嬉しかった。普通にニヤニヤしてました。はい普通に嬉しかったですね、ありがとうございます。長崎に住みたい、一生長崎で生きていきたい。なんで私長崎がこんなに好きなのかな、長崎にいる人が好きなのかな、やっぱり人かな、それとも町かな。私ね東京にね家族がおったら多分長崎に帰りたいって言わんとかな、なんやろうね東京に負けた。オムリンさんそんなこと言ってたの。平沢レオさんこんにちは、尾上瑞希です、よろしくお願いします。まあ、そうだよね、地元大好きだよね。でもさなんかさ長崎、あ二分したいね、古墳にしたいって書いてある、古墳と思って、二分したいですね、分してくださいお願いします。長崎が恋しいから、誰か長崎に分して、いや分はしちゃダメよ、あ分してください何の話だったっけ、あ不妊したい、ちょっと待ってやばいですね今日、ちょっとやばいかもしれない、疲れてる。不妊したい、不妊って何、不妊ってあれですか、単身不妊の不妊、なんで単身不妊のことさ、単身ふんして長崎になりたいって言ってんのかと思った、長崎になりたいって言ってる、長崎になりたいって言ってるの、長崎になりたいってことじゃなくて、私が長崎のこと大好き大好きって言うから、もう長崎になりたいって言ったのことも、長崎にふんしたい、ふんしたい、長崎にふにん、見えなかったよ絶対、私不妊したいって見えたもん、嘘でしょ、不妊したいだ、本当だ、どうしよう目が悪いのかもしれない今日。そう長崎に不妊してくれるんかと思った、不妊して何すればよかと、だけど長崎に不妊すったかと思っとったらあれごめんなさい、不妊ですか、単身不妊って言ってよ、なんで単身をなんで長崎、あじゃあ長崎単身赴任って言うでしょ普通、赴任だけで言います、いやクソクソじゃない、不倫じゃない、憤したいと思った、憤すると思ったのお医者さんに会いに行ける、そうでしょ、島多いからコスプレ大変さ確かに、しかも一人じゃ絶対無理よ、なんかいっぱい島がねちっちゃいのいっぱいいらん、いるいや糞じゃないよ、奥さん連れてくるかもしれない、あそういうことか、あそういうことか、そしたら単身じゃないの、単身赴任の真逆はなんて言うんですか、みんなで赴任、単身でしょ家族、何単身の逆って何、そんな言葉ないの、よく聞くお薬出しときお願いします。今日めっちゃね読み間違いがやばい、それ引っ越しか、あー実家にいた、私実家じゃない、そうか
そっか、お手紙。まあそんなこんなで今日も皆さんお疲れ様でした。どうですか、ゴールデンウィーク明け、大変ですか、忙しいですか、それともまだゴールデンウィーク気分ですか。全然私はゴールデンウィーク気分じゃないです。全然違う。え、もう終わり？いや別になんか配信終わるわけじゃないけど、なんかちょっとまとめみたいな言い方なってしまう。ホームシックなってます？なってます？なってません、まだ忙しくて昨日と今日が結構ドタバタしてたから、ホームシックになるほど考え事をしてません。なんかそんなに忙しい。あ、そう、どういうことな、どういうこと。そう、それでそんな、そう、あんまりこう深く考えたりすることないけど、なんかね、この間ね、長崎空港からね、こっちの空港に来るときにね、こっち羽田空港に来るときにね、おーちんとお母さんがね、長崎空港送ってくれたとよ。そしたらなんか全然寂しくない、もう慣れたんですね、お見送りしてもらっても。けどなんかいつも私ね、結構あの空港の外にあのポイって降ろしてもらって、そっから一人でペコペコペコと歩いていくから、車でバイバイするっちゃね、いつもバイバイ頑張ってねって言われて、頑張るねって言って、元気でね、はーいって言って、これでパターンって閉めてさっと行くんだけど、なんかあの昨日は、あ、昨日じゃない、あ、昨日っけ、そう、今回はおーちんとお母さんがあの空港のさ、あの何ですか、あの保安検査通った先まで見送ってくれて、なんか空港でお見送りされるとめっちゃ寂しくて、なんかガラス張りでおーちんとお母さんがさ後ろでこうやって手振ってるの、それ見たらなんか、え、なんか寂しいと思ってなんか珍しくなんか別れで寂しくなりました、今回は。リュウさんは勉強してます来ません絶対に。そう、愉快な家族でしょ。なんか そうなんですよね、いつもは車で直接会ったままバイバイってするけど、なんかガラス張りに、ガラス挟んで奥で手振ってるおうちんとお母さん見たら、でなんか遠く感じるなと思って、なんか寂しいなと思いながら手振りました。寂しかったです。キャベツ来るわけないじゃん。てかキャベツ来るわけないじゃん。私ね、キャベツとね全く同じスコアやったけんね、ボウリング。あ、キャベツっていうのは幼馴染なんですけど、他もお家も寂しかったね、寂しそうかったかな、まあ、お家もさ、お仕事でまた福岡に行かないといけないから、なんか私のお家、尾上家ってめちゃめちゃ仲いいんだけど、いつもこう塊になって集まってるんだけど、普段はそれぞれで暮らしてるそれぞれで暮らしてます。仲良く見せて、めっちゃここで生きてる。まあ仕方ないんですけどね。え、イルカさん16歳の子、何、そう、リアルハチノスダンスですよ。お、イルカさんや、16歳だったかな。誰ね、名前は教えてみんね、誰ね16歳の。あ、ロイドマンや。私ロイドマンの意味分かんなかったんだよね、スパイファミリー見て。ロイドマンって何、ロイドマンってあれのこと、なんかのアニメの話だよね、ロイドマンって。そんなロイドマンとか出てきたかなとか思って。あ、キュンさん、はじめまして、尾上瑞希です。キュン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 、あー、エネルギー使った今ので今すごいキレよくなかった？もう一回していい？キュンキュンキュンキレキレやったね。あ、ボンドマン、なんですかそれ、なんてアホ、いや、なんだって出せ、なんでよ最後面白い、なんで、これが一番あのオーソドックスなキュンでしょ。あ、キュンです、回復失礼します。あ、よろしくお願いします、キュンです。え、ハートっていろんな色できますもんね。こういうハートもあるんだよ、こういう、これはどういうことか分かんないけど、
韓国でさ発祥でしょ、韓国発祥のキュンらしい、キュンでーし。あ、ケイシさんはじめまして、尾上みずきです、よろしくお願いします。により丸くなる、そう、こうしたらわかんない、もう顔面がハート、え、顔面がハート、顔面がハートってどういうこと。まあ可愛いってことか、褒めてくれてるってことだよね、きっと、ありがとう今日私ねダイエットしてるんですよ、流行る前、え、そうなんですか、誰が、私が、え、私流行る前からやってたの。右下のアイライン違う気がするな今日、あ、下のアイラインこれってこと、え、毎日違うメイクしてるからわかんない、痩せた、痩せない、全然体重測ってないもん。今日はねダイエットしてるから、夜ご飯は茶碗蒸しだけです。痩せた気がしない、私もしない、はい、しないです全然。まあ、今日から4日ぐらいはダイエットします、ちょっと予定があるので、予定、まあ、皆さんにも言いますよ、あ、まあ近々よっそうさんではない、そう、よっそうさんではないです、なんかそこら辺のスーパーで買った、なんか、うん、なんか美味しかったですよ美味しかったけど、美味しかったけど、まあ家になんか普通、普通です、スーパーの茶碗蒸し。何ですかあれ、かかなって匂わせで、あ、待っとってよ。それでから何なんやったっけ、予想じゃないの、予想じゃないよ、喧嘩中、私喧嘩してたん、彼氏と、知らない、知らなかった、いや彼氏とって彼氏いませんからね、162の皆さん、私彼氏いないですよ、なんかよくなんかみんなが嘘書くんですけど無視してください、あれかかな、あれ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 、不倫、不倫って何、あ、回復失礼しましたって、また来てください、待ってます。お、銀ちゃんはじめまして、ツットさんもはじめましてよろしくお願いします、みーさんもはじめましてよろしくお願いします、あつん、あつん、ツンツンツン、はい、ありがとうございます、尾上みずきです、よろしくね、え、もう45分過ぎたと、早っ、旦那さんはいません、旦那さん200行くかな、行ったことないんだよね200、あ、行ったことありますね、 1,2 回ぐらいは。おみちゃんのこと信じてる、信じてください、本当に信じていいですよ、しゃべりすぎや、いやいやいいやんか、別にいいやんか、本当だ、1000超えてる、すごいですよね、みんなみんなたくさんコメントありがとうございます。10秒ぐらい黙ってください、で10秒黙るってめちゃめちゃきついんだよね、やってみよっか、びっくりすると思うよみんな、え、おみずきって10秒黙れるんだって、用意スタート、10秒、これで10秒、やばくない？やばくない？結構な前よ、10秒って10分黙ったき、まあ一人だとできますよ、10分黙ることは可能、放送事故でしょ、水木が10分喋らないって、10秒でもちょっと早くね、嘘、お腹空いとっけんかな、体内時計がこう早いのかもしれない、あー足りなかった、嘘、10秒回復失礼しました、え、吉成さんまた来てくださいって、おい、あ、すいません、ちょっとなんか眠たさ通り越してテンション上がってきちゃった、どうしよう、おみや動いてるか喋ってないと死んじゃうって本当、あ、そうですよ、一だっておみ、おみ、おみって呼んでるってことは、おみずき口だな、うん、喋ってないと死んじゃうって本当、そうですよ、私マグロと一緒だもん、喋ってないと死んじゃうんですよ、今まで人生で4回ぐらい死にかけたことあります、座禅の時と、座禅の時と、合唱コンクールの時と、卒業式の時と全部でたらめなんで、え、お腹鳴りよる
い、やばくない、今のお腹ギュルル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 ル、お腹すいちゃった、お腹すいちゃった、お腹すいちゃった。おみが死んだらすぐ追いかけますね。え、やめてやめて、そんなそんなこと、私が死んだらもう一回、え、死ぬってこと一緒に。お腹です、めっちゃお腹鳴った、ぐるる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 る、おならですか。めっちゃ長くなかった、おならやったら。今のすごかった、ぐるる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 るぐるるるるるるる、へーしてない、海月死ぬ前に死ぬ、死ぬ前に死ぬ、まあみんな私より年上だからそうでしょうね、普通だと。普通そうじゃない、じゃあ勝負する、どっちが長生きするか。虎飼ってるの、まあみんなには内緒で、チーター飼ってます、年下おらん、なんか今んとこ聞いたことないですね、お水木 FC で私より年下っていう方は。あの AKB 現役の時はまあなんかお話し会とかで、まあ、ちらほらいたかな、年下だっていう、いやいたけどそんないなかったですね、はい、実はあれ嘘。年下、水前寺、誰それ、水前寺聖子、え、誰、16歳です、え、マジでガニ目でさ、まあ、見えんこともない、見えん、16か、まあ、見えんこともないですよね、本当が何歳かちょっと分かんないけど、絶対に17歳、いや、マチさんは絶対17歳じゃない。絶対17歳じゃないけど、え、何歳なの。突然やけど、じゃあみんな何歳か言える人教えてください。言えない、みんな、え、チーター知ってるよ、チーター知ってるよ、本当は19歳って絶対嘘じゃん、絶対嘘じゃん、え、妖怪人間じゃん、汚染、こう、あ、回復失礼しますって、どうぞ回復してください。40、なんで嘘つくの、ガニメデさんも大嘘じゃん、100歳キャラですって。でもさ、私が死ぬ時はさ、え、私服ダサいです、おーい、おいおいおい、なんだその、なんだその、初めて聞いた、白菜とかじゃなくて、え、何だっけ、そう、あ、そうそう、私が死ぬ時はさ、もしかしたら120歳ぐらいまでみんな平気で生きてるかもしれないね、ありえるくない、死なないで、死なないよ、私長生きするから、みんなも長生きしてね、47の素敵なおじさんになりたいな、かっこいいですね、やだ120まで生きたくない、なんで、生きようよ一緒に、120歳、私が120歳の時いるか、さん何歳、100何歳。私は60ぐらいでいいです、なんでやねん、え、でもあんま変わらんやろ私と、そんな、だってアイドルだぜイルカ。どういうこと、あ、年取らんってこと、おみ長生きするなら人生2回目始める、え、本当、じゃあ久保くん私より年下になるってことか、久保2号が私より年下ってことじゃない、違う、10年前は学生でした、え、10年前、10年前、そんな前じゃないでしょ絶対、チリチリロン毛どうにかして、面白いよね、チリチリロン毛っていう単語、老けていく姿見せて、ああそういうことか、でも私なんか可愛いおばあちゃんになりたいけん、みんなに見てほしい、私がおばあちゃんになった時、私がおばあちゃんになっても明るくいたいな。
でもさ、生まれ持った、生まれ持ってたの明るいから、私そんな年取って暗くなったりしないか。でもなんか明るいおばあちゃんってさ、よくない？憧れるっちゃんね。どこで見れるんだ、配信しますよって配信しよっかな、おばあちゃんになったら。じゃあ60歳の還暦を迎えたら配信しよう。いいですね、80になっても配信する、いいですね。80歳になって配信すると配信の仕方わかるかな、どうする、なんか TikToker とかしてたら。80歳でおばあちゃんになって爆笑してれば、入れ歯飛ばさない、入れ歯飛ばさない、私入れ歯にならんように頑張ろう、今のうちに歯磨き頑張る。60歳って還暦でしょ、おばあちゃんになった子に配信してもなく、本当？じゃあ何になるとかな、今私何歳やったかな、20歳でしょ、40歳後か40年後か、まあいろいろだいぶ違うよね、きっと生活スタイルとか。配信とかあったかな、その頃には痩せてる、いや太ってるでしょ、私ね50歳超えたら絶対太るんだ、だってどうせ可愛くないじゃん、なんか50歳ぐらいになったら私可愛くいれる自信ないんですよ、だからもう太っちゃう絶対に。おかん確かに50歳か、まあ確かに、でも私ね可愛くいれる自信ないですね、おばあちゃんになって。まあいますよね、おばあちゃんになって、おばあちゃんじゃないか、50歳は70歳ぐらいな、おばあちゃんでもめっちゃ綺麗な人とかいるじゃん、すごいよね、自信ないわ私そんな。でもね私のおばあちゃんね、いや可愛いって、いや今はさ若いけん誰でも可愛いじゃん、なんかさ私のおばあちゃんめっちゃなんかおしゃれが好きで、まあ他のおばあちゃんよりは綺麗な方だったと思うんですよみっちゃん来たにゃー、こんばんにゃー。そう私のおばあちゃんね、死ぬ2ヶ月ぐらい前まで自分で毎日メイクしてた、いや2ヶ月前かな、いや2ヶ月ぐらい前かな、最後の方は私びっくりしたんだよね、あのおばあちゃんに会いに行った時、最後に会った時がメイクしてなかったの、あーなんかおばあちゃんがメイクしてないと思って、その時はさすがになんかこう 弱ってるっていうか、あー力がもうなくなってきてるんだなっていうのを感じて寂しくなったんですよね。まあそれでも私のビッグワンガールズをこうやって開いてくれてたおばあちゃんを考えると涙出ちゃう。そう美意識すごいんですよ。でね私ねもうおばあちゃんすごいの本当に、あのめっちゃねファンデーション、私のお母さんとなんだっけ、まああの義理の義理のおかんなんですけど、うちのお母さんにめっちゃ言ってたもん、化粧品ば買ってきてって言って、眉毛ば描きたがけん、眉毛アイブロウば買ってきてくれんねって言って、めっちゃおかんに電話しよった、喧嘩しよった、めっちゃおかんとうちのおかんと仲いいんだよね、そう血つながってないけどめっちゃ仲良くて、なんかガチガチに喧嘩してた、なんかいつになったら買ってくれとねとか言って、アイブロウそう眉毛描くやつで、まあすごかったよそうおばあちゃんすごいよね本当に、毎日メイクしてた。でね言ってたもん、お葬式の時にこんなに綺麗な人いないよって、珍しいよって言ってましたよ、お葬式の時におばあちゃんを見た誰かが誰やったか忘れたんだけど誰かが言ってたんだよね、こんなに肌が綺麗なおばあちゃんはあんま見ないよって言ってて、そうなんだよね、あのお葬式で見た時私めっちゃ肌が綺麗だった、いやお葬式の方だったか親戚だったかだちょっと分かんない、お葬式の人か、そうお葬式の葬儀場の人、葬場葬儀場そうそうかな、なんか知らない人が言ってた知らない人が言ってましたね。で肌がツルツルで、おばあちゃんシワがなかったの、やばくない、なんかあの病気で亡くなったとかじゃなくてあの老子もう年で
亡くなったんです、おばあちゃん。だからその早く死んだとかじゃないんだけど、めっちゃ肌が綺麗だった。ツルツルピカピカだったよ。綺麗だった。なんかね、感動したもんね、おかんと。いや、あんだけ化粧水とか、あ、老水そう、化粧水とかめっちゃしょ、あの塗りよったけんか、あの、お母さんって言ったもん、最後死ぬ時にこんだけ肌が綺麗になるって思ったら今のうちに頑張らんとねって言ってそう、あ、あと2分だって、やばい、私も見習ってやらんといけん。すごいよね。え、おばあちゃん何歳やったかな、85とか6とかやったかな、5?4 やったかな、5やったかな、あ、そうですね、5で亡くなったんだな多分。あ、そう、5、最後が5かな。1位、ジョニーさん、ありがとうございます。第2位、キチキチバンバン、キチキチバンバンさん、誰、チョコミントさんかな、ありがとうございます。あ、違うな、かっちゃんや、あ、かっちゃんおるな、誰、ありがとうございます。第3位、かっちゃん、ありがとうございます。第4位、ウォーター心あればおみ心、これがチョコミントさんでしょ多分、ありがとうございます。第5位、やっぱり岡部さんのことは嫌い、え、何言ってるの、インテリアクズさんだ多分これ、ありがとうございます。大好きですよ大嫌いなわけないじゃん。第6位、スーさん、ありがとうございます。第7位、ヨシノリさん、ありがとうございます。第8位、ミネマツさん、ありがとうございます。第9位、ポッポさん、ありがとうございます。第10位、野口さん、ありがとうございます。第11位、ロケットスニーカーさん、ありがとうございます。第12位、クマくん、ありがとうございます。第13位、デカプーさん、ありがとうございます。ね、みんな、私さ、忘れてた、お礼メッセージをさ、写真撮ったんですね。ゴールデンウィーク中にみんなにおひ、あの、写真送るって言ってたじゃん、755で。写真撮ったものの送り忘れてて、送り忘れたというか、まだ選んでないんですよね。一つの紙で10枚ぐらい写真撮ってるから、全部、今からちょっと、どれが一番可愛いか、選別します、私が。そう、それを選別するから待ってて。全部あげたらやばいですよ、200枚とかになっちゃうよ。じゃあ皆さん、755お待ちください。どれが一番可愛いか自分で判断しよう。そう、いや、そんなことないよ、半目とかありますからね。あ、でも重いかな、一気に乗せたら、ちょっとわかんない。じゃあ皆さん、おやすみなさい。うわ、大好きさん、ありがとうございます。おやすみ。